はい、こんにちは。先ほどのね、ジャイロの中で、今日はこういうのをワンポイントレッスンしようと思いますね。通常、チェンジオブプレイスは、まあ、こう来て、ね、そして、タッタタン、タッタタン、タン。で、まずこういうふうに行きますが、ここで、オーバーターンと言いますかね、よいしょ。後半でもう一回でね、余分に入れます。トントンタッタタンブルーに、そしてトン、ね、まあ女性の人としてはですね、先生どういうふうに言ってるかな、123と4、そしてタッタタン、ね、まあ腕を回しつつというか回されつつ、とりあえずほとんど同じ場所でトントンと2回は大丈夫ですね。ちょっと皆さん一緒にやってみましょう、ね、女性1233と、できれば4で回転して、少し左足を後退調にね、後退調にとって、ポンポンポンと、ここら辺まで回って、次の足踏みで相手を見ればいいですね。男性としては腕に力を入れて、強く回すようにすれば、あれだしね、通常は回転があれだしって言って、通常は回転がないので、突然しても女性は面食らいかもしれませんね。まあ中上級の女性ですとこういうのは一応このベーシックステップにあるのでね、心構えといいますか瞬時に対応できるかもしれませんが、とりあえずは練習をしておいてから本番で使うようにしてですね、突然使っても相手が倒れてしまうので、ね、タッ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 ね、こうギュンギュンギュンね、ちょっとこの腕をコツとしてはリーダーのコツとしては腕を強くして、でいつもと違ってちょっともっと強く回せるんだぞという感じにするというですね。で、ついでですから後半もですね、後半も通常はまあ通常ね、こう全般するじゃないですか。そして後半もパッパッパンパッパッ、ね、後半も回転をつけてみましょう。ですから全般もつけてみようかな。ポンポンチャッチャッチャブルンブルンブルン、そしたらトントンチャッチャッチャチャッチャッチャッポンポンとね、まあ、前半の時はここですね、この123と4、ちょっと外れちゃったけどこっち、ね、123と4、最初のシャッセルじゃなくて2番目でグーグービンとしましたもんね。でも後半の場合はですね、まあ、通常は全般でしますので、足踏みをしたらこの後すぐパンパンパン、そしてタンタンタンと行くとですね、後半でもできないことはないので、皆さん挑戦してみてください。今こういうふうにしてパッパッタンパッパッパンしますよね。そしたらトントン、最初まずここでしておいて、次でむしろこの方が左足から女性が次に出るので、3ステップスピン的にはうまくいくんですね。タタタン、まあ、1回転の回転になるのでできたことありますよね。そしてトン、自分の方をするの忘れましたね。もう一回しましょうね。男性はタタタンタタタンタンタンタタタンタタタン、これが標準のね、全般の方になる。もし後半のチェンジオブフレイスの後半のさらに3と4、3と4の後半の方でもしぐるんと女性が回るとすると不可能ではありませんね。3と4、3と
3と4で左を全身にできるかな。難しい。1、2、3と4、3と4、1、2、3と4、3と4、1。なので後半に持ってくるとちょっとこういうふうに、ね、難しいんだよね。まあ標準はこういうふうに全般に持ってきたわけですね。ですからどっちが全般とかややこしいんですけど、チェンジオブプレイスの最初のところは1で3と4の次の3と4で回しますが、この後のね後半というかチェンジオブプレイスの開始の部分では最初の3と4に持ってきたわけですね。1、2、3と4、3と4、1ね、別にセットにしなくていいのでね、とりあえず全般だけ楽しむことも可能ですね。こうやってタッタタンね、最初の部分だけタッタタンだね。で後半は何せもうねだいぶ女性も疲れてるんで回転して疲れますのでね、タッタタンタタタンタタタタン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 、はい。では先ほど告知しましたように、お勉強のためにですね、足型の名前といいますかね、それを言っておきたいと思います。至れり尽くせりですね。はい。まずベーシックステップをしましたね。1、2、3と4、3と4。はい。これはまあセンドアウトとブリングインですが、まあ別の言い方をすると、フォールアウェイ、スローアウェイですね。そして、ここで今日解説しました、オーバーターンのチェンジオブプレイスですね。そして、後半はそのままの、チェンジオブプレイスの後半でした。さて、こっから、これはですね、ローリングオフ・ザ・アームですね。ローリングオフ。コロコロ転がって出ていくということですね。はい、これも同じ、ローリングオフ・ザ・アーム・ウィズ・スピンですね。後半を回転で、回転をつけました。そしてこれはまあ背中で取り替えるハンドチェンジです。はい、これは、またチェンジオブプレイスをしまして、シェイクハンドになって、アメリカンスピンですね。アメリカンスピン。そしてこれはストップ&ゴー。ストップ&ゴーは止まって、そして行きなさいですから、何時、止まれ、そして行けですね。ストップ&ゴー。通常は2回セットでしますもんね。これはハンドチェンジですね。これは今膝を叩きました。膝打ちのハンドチェンジですね。はい、風が、ね、あ、これですね。膝打ちのハンド、あ、チェンジ、これですね。チェンジオブハンズビハインドバックですね。ここは、可憐の里。というところですけどね、風が強いんですね。はい、ヒップバンプですね。バンプは自動車のバンパーのバンプですね。衝突するということですね。バンプ。ドシンとぶつけるということですね。はい、チェンジオブプレイスの後半をしまして。はい、これもベーシックの中では大技ですね。これは動作がひとまとめと名前になっておりますが、ストーキングウォーク。ストーカーのウォークということですね。そして、キック、じゃなくて、ストーキング、ウォーク、フリックス、イントゥブレイクですね。フリックがキックのことですね。ブレイクはこの、止まるということですね。休む。ね。そして、フォールアウェイ、スローアウェイの、をしましてから、また、チェンジオブプレイスをして、今度は、タケノコ族なんて言っても古いからわかりませんね。昭和50年か40年代。50年代かな。これはトーヒールスイブルですね。トーヒールスイブルズ、ね。ヒールになったり、トーになったりね。で、ブレイクエンディング。ブレイクはフリーズですね。パッと止まる。
ね。そしてまたチェンジオブプレイス、返しのステップをしてから、これはマイアミスペシャルですね。先ほども一回、テロップ入れました。字幕入れました。マイアミスペシャル。またシェイクハンド、右手同士のホールドになって、もう一回マイアミスペシャル。マイアミスペシャルはマイアミ特別という競馬みたいな名前ですから、多分マイアミで流行ったんでしょうね。横浜のジルバを浜ジルと言ったりするようにね。そして、これがまた今日やったチェンジオブプレス全般をくるくるくるりん。そして後半もくるくるくるりんをね、オーバースピンと言いますか、オーバーターンを入れました。ね。はい、風が吹いてくるので、固定したスマホが揺れます。これはウォークですね。プロムナードウォークス。そして、チェンジオブプレイス。もう一回ね、マイペン、ストップアンドゴー。何時止まれ。そして行け。聖書の言葉にそんなのありませんでしたかね。何時、三髄に女ですね。チェンジ、じゃなくて、ストップアンドゴーは通常2回セットにするとですね。はい、ハンドチェンジでございます。結構長いですよね。ジャイブはね、楽しく踊れます。のんびり踊ればね、ハードに、競技会のようにハードに踊るんじゃなくてね。はい、そしてここで、リンクを押して、リンクは遠いところから寄ってくるところですね。はい、以上でした。